4日は江戸時代末期の授学者通称は源次郎。名は、技術、貞明豪は、雲品のほかコナン。文化12年6月7日、オバマ藩士、矢部義偉の次男として誕生。雲品の豪は、若狭国オバマ海岸からの由来で名付けたという。はじめ藩校、純蔵館、天保元年には、藩の儒学者、 山口菅山から山崎安西学を学んだ。その後、祖父の家庭である梅田市を継ぎ、大津に湖南塾を開いた。天保十四年には、京都へ上京して、藩の塾である、防南県の講師となる。ところが、楓五年に、藩主、坂井忠義に権限したのが怒りに触れて、藩籍を剥奪。楓六年、 アメリカ合衆国のマシューペリーが来航すると、条約反対と外国人排斥による上位運動を訴えて、尊皇上位を求める志士たちの先鋒となり、幕政を激しく批判した。これが時の大老を、イー・ナオスケによる安政の大国で摘発され、二人目の逮捕者となった。捕獲後は、京都から江戸に送られたが、取り調べでも、 放棄尻で何度も撃たれる拷問においても何一つ、口を割らず、安政6年9月14日に、獄中で病死した。去年45。流行のコレラにかかったというが、拷問での傷の悪化による死因説もある。運品の墓は、全国にまたがり、海前寺、安城院、松源寺に置かれている。安城院近くにある、京都霊山五国神社には、 運品の石組みも建てられており、今も運品を主体訪れる人が多いという。幕末志士というと、身分の低い貧乏侍というイメージがつきまとう。運品も上京後、講師の仕事があるといえど石品洗うがごくで、反石白奪の後は同志へ当てて、大根級身体これ極まり、一歩も動き揃うことも、出来がたく高等量費の苦面を求める手紙を書いたほどで、あった。 しかし、安政三年に始めた長州大和間をはじめとする、物産交易の仲介によって、財をなし、安政の大国の時期には、京都経済の中心地にほど近いカラスマを池に今日、構えており、暮らし向き豊かで、宝脚大豆と評されるほど成功した。それほどの転身を果たしつつも、最後まで志士たちの中心にやり続け、またその経済基盤を呼び、 長州とのつながりを最大限に活用し、尊皇上位の運動を推し進めまた多くの志士を経済的に支援した。ありがとうございます。